3日午前7時ごろ、岐阜県と滋賀県の県境付近の JR 東海道線で貨物列車の機関室から火が出て、現場にいた JR の社員が消し止めました。怪我人はいませんでしたが、貨物列車は現場におよそ6時間半にわたり立ち往生し、東海道線は一時運転を見合わせました。貨物列車の出火が起きたのは、岐阜県関ヶ原町にある関ヶ原駅と滋賀県米原市にある柏原駅の間の下り線です。警察などによりますと、貨物列車は午前5時半ごろ、機関車のブレーカーが落ちたため停車しました。駆けつけた JR 社員が点検し、再出発しようとしたところ、機関室内で出火したということです。この影響で東海道線は関ヶ原駅と米原駅の間で列車が運行できなくなり、およそ6時間半にわたり立ち往生しました。上り線は午前8時過ぎ、下り線は正午過ぎに運転を再開しました。